M18 はいて座にある三回星団。昔からあまり観測者に注目されておらず、シャーバーンバーナムは最も軽視された星団としている。ステファン・ジェームス・オメイラは十等星の五つの星で、縁取られた部分を翼と考え、黒鳥に例えている。黒鳥というのは二重の意味が含まれ、この星団が軽視される原因にもなっている。また時々、 銀河系の星団リストから除外されているという。明るく若い星が多く、年齢は3200万年程度とされている。M18 の周囲には北に M17 があり、北西には淡い星雲の列である IC4701 が、南にはスタークラウドとも呼ばれる M24 を見ることができる。双眼鏡や小口径の望遠鏡でも楽しめるが、 星の数が少ないため天の川に渦漏れるようであまり目立たない。合計5 0トルの双眼鏡では星雲状に見え近くの M17 や M24 と同視野で見ることができる。合計8トルの望遠鏡で高倍率をかけると星に分離できる。一般には低倍率で小さくまとまって見るようにした方が良いと言われている。巨大な望遠鏡による 写真撮影では背後にある多数の淡い星を見ることができる。1764年にフランスの天文学者シャルル・メシエが M16 と共に発見した。暗い星からなる星団で M17 の少し下にあり M16 よりも少し見えにくい。3.5フィート望遠鏡では星雲が見えるが良い望遠鏡では星だけが見えると記している。 実際には、星雲はなく、スミスは、その記載に言及し、熱心な観測者の使用する望遠鏡が、必ずしもその熱意に応えてくれないものだと記している。ハーシェルは、星が少なく、非常にまばらな星団と記している。ありがとうございます。